スワミチヒコは、ユートブネクストリー専務取締役、デジタルハリウッド大学客員教授、愛称は、スワッチ、愛知県豊田市出身。豊田市立衣小学校、豊田市立高鹿館中学校、愛知県立岡崎高等学校、大阪大学工学部卒業。1983年に、読売テレビへ入社。同期には、 フリーアナウンサーの森武氏がいる。入社1ヶ月後に本社制作部に配属され、バラエティ番組午後11時に AD として参加。同番組の1985年3月5日、放送分でディレクターに昇格した後、1986年に東京制作局へ移動となり、ロボタンからアニメのプロデュースを始める。代表作の名探偵コナンを筆頭に、 シティハンター、ヤワラ、近代地少年の事件簿、犬や舎、ブラックジャック、ブラックジャック21、魔法騎士レイアース、エンジェルハート、結界し、リンネのラグランジェなどのテレビアニメのプロデューサーを務めている。劇場化の際の企画やプロデュースも行っており、名探偵、コナンシリーズの制作で2013年に、藤本賞特別賞を受けた。読売テレビで、 OVA 作品やアニメ映画を学生の休み期間中に短期集中で放送する枠アニメ大好きが1980年代に設けられたのはアニメの可能性を探りたいとする諏訪の企画による1987年春休みのある1日のうち7時間をアニメで編成して開始1988年1には 本人のインタビュー映像を含む教し守る作品、特集が組まれた。担当作品のキャラクターが描かれたトランクを常に持ち歩いてトレードマークとしており、その中に詰め込んだ漫画雑誌を週に10冊は読んではアニメ化企画を探す日々という。結界師とヤッターマンでは少しでも本編の時間を増やすため、本編中に提供クレジットを スーパーで表示するといった放映フォーマットの改革を行った。過去に雑誌月刊ニュータイプの企画で同じく在反局勤務で数々のアニメプロデュースで知られている毎日放送の武田誠司と対談したことがある。NHK のテレビ番組マグネットでは MBS の丸山広親テレビ東京の東深ま NHK の斉藤健二など アニメプロデューサーと共に討論に参加している。2012年4月より文化放送のインターネットラジオ放送、長 A&G にて、ラジオ番組、諏訪道彦の諏訪ラジオ、放送開始。子供の頃の夢と語っていたラジオ番組のパーソナリティを実現させた。2013年7月1日より、局長待遇に承認。2017年6月23日より、 執行役員待遇編成局、アニメーション部所属のエグゼクティブプロデューサーに承認。定年に伴い読売テレビを離れ、2019年6月1日より、関連会社のユートブネクストリー t r に出向し、専務取締役に就任。テレビアニメに関わる業務は出向後も継続すると、している。スワをモデルにしたキャラクターが、作品に、たびたび登場している。 ありがとうございます。